これです。こちらで釣りました。針が2号 でガン玉だけですね。ガン玉だけ、B を1つつけてます。で、ミチートもダイソーさんの 100m 巻きの1号ですね。1号のナイロンを一応、まあ、電車結びで直結しています。このくらいの強度で十分なの で重りは針から30センチくらいのところに B のガン玉を打って、でこちらのチヌバリを使ってます。ダイソーさんの、ね、釣り具も結構本格的というかですね、この量販店で売られてる、釣り具屋さんで売られてるのと本当にね、性能的にもですねかなり追いついてますんでね、有名メーカーさんの針、ハリスとかでね、糸も針もですね、結構なんていうんですかね、ダイソーさんでも全然実用性もあるし、まあお安いのですね、かなりおすすめです。はい、餌はですね、オキアミです。オキアミを汁の2号ですね。頭を取って硬いところ、針のですね刺すところなんですけども、ここのおすすめですね、あくまでも私のおすすめですけども、硬いところは柔らかいところでなくて硬いところから刺して中にぐーっと、まあ、針を動かさずにオキアミを動かすような感じで、それですね、ここの尻尾のところ、まあ、こう硬いところですね、硬いところから針先をスッと出します。スッと出します。ちょっとだけ本当に、まあ、隠れてもいいですけどね。そうするとね、こういう感じになります。で、まあ地元はですね隠した方がいいんでしょうけど、まあ隠してなくても釣れることは釣れますんで、こんな感じですね。でもし、まあ、気になる方はこの尻尾だけ切っても大丈夫です。こんな感じですね。ちょうどこう楕円形っていう涙の雫みたいな感じのですね。こうするとね、餌持ちがいいです。結構いいです。なのでね、これで結構釣れてますんで、これを餌持ちがいいので、オキアミつけるときはね、こういう形にするのがすごいおすすめです。硬いところから入れて硬いところで抜くと、そういうイメージですね。こんな感じでつけて、であと30センチぐらいところですね、針から30センチ、 B のガン玉です。 2B でも 3B でもいいですけど、まあ、軽い方がまあ自然な動きをしますんで、まあ、B ぐらいでいいと思います。流れの、ね、強いところとか深いところとかだとやっぱ 3B ぐらいあった方がいいかなと思いますけど、それとですね、道糸もダイソーさんの1号 で今回で電車結びでやってみます。このぐらいの強度で全然大丈夫です。電車結びでしたらね、真っ暗、まあ、ちょっと明かりがあれば手元が見えるんで、間違いなくね結びますし、まあまあ普通、まずまずの強度ですんで、ナイロン同士ですね、結ぶ時には電車結びでも十分だと思います。こんな感じ、1号ですね、ハリス道糸1号ハリス1号ですね。で針は2号ですね。これで釣っていきたいと思います。
すごい癒されますね。また大きくなってからまた再会しましょう。じゃあ、ありがとう。よいしょ。これ出ていかないかな。ヒレが引っかかっちゃったかな。はい、さよなら。Yeah.